はいどうも、ひらちゃんです。はい、じゃあ本日はですね、ドラゴンクエスト10には提案広場がありまして、えー、そこにプレイヤーが提案して、それを運営が組み取って、ゲームのそのシステムに活かす、そういったところがあるんですけども、そこにはですね、まあ、むちゃむちゃな提案が結構あるということで、今回はどういったものがあるんだろうっていうことで検索してきました。で、表示方法で、そう思わないの比率が高い。これの順に並べた結果、まあ、そう思わないの比率が98%とか、まあ 95%とかそういったものがたくさんあったんで今回そちらで最も面白いものを5つ用意してきましたんで、えー、こちらをね見ていきましょうはいそれではまずはこちらですね、えー、タイトルが ドルボードは故障する仕様にしてほしい。えー、テーマ、今後に期待する機能。えー、読んでいきましょうあ。名前とかその辺はね、あの、なんか、さらされたとか言われてもあれなんで、ちょっと隠しときました。まあ、一応あの、提案広場でね、検索すれば出てくるんですけども、まあ、あの、見られるのが嫌だったら多分提案はしないと思うんで、まあ、この動画内ではさらすことはしません。では読んでいきましょう。ドルボードが故障する仕様などで、ゲームの中身を現実に忠実に作ってほしいです。 例えば、モナリザという絵では、作者レオナルド・ダヴィンチは解剖学、工学など、いろいろな学問を理解し、科学的に観察した人体内部まで考えて描いたので、多くの人に評価されています。この世界的名画のように、中身まで丁寧にリアリティが含まれ、 現実を内部まで再現するほど到達点の高いクオリティのドラゴンクエスト10になればどんな人でもすぐに感動すると思います現実に忠実でえ最稚な内部クオリティの高さは一般プレイヤーの増加につながりまた時間あたりの満足度も上がりベテランのプレイ時間の短縮にもつながります現実世界の素晴らしいものを凝縮して忠実に中身まで再現したドラクエ10はプレイヤー生活にいい影響を与え 耐えるるようにままでになると思います具体的提点、えー「ドルモード内部構造や推進原理や <laughs> 燃料の使われる方など現実の機械を参考に詳細に設定して、えー、故障するように使用する」すさまじいね。 すまじいね。まあ、要は、いや、多分この人ね、あれだと思うよ。あの、他の人より、こう、感受性がものすごく高かったりとか、また多分芸術家かなんかで、えー、そのね、物の作りの細部まで本当に気になっちゃうような人。いや、多分、あの、一般的に言うと、別にモナリザって、おそらくあの、なんだ、その偉い人が、あ、すごい嫌だねって言ってるだけで、多分ねほ、ほとんどの人はもう何が何だか分かんないと思うよ。俺なんかそうなんですけど、モナリザの絵を 見たところでいや、綺麗なのいいややこれ美人さんいやわかんないけど、あなんかまあ世界的売れてんやなー、くらいの感じにしか認識がないんで、だから、モナリザに関して、そのモナリザの絵自体をすごいと思ったことって実は一回もないわけなんですね。まあ、ところが多分、まあこの人は多分芸術家かなんかで、えー、そのモナリザを、まあその人自体がもう評価している。まあ、この人がもう評価していて、でもう世界中の人間がもうこんだけすごいのは、世界中の人間が評価しているからだと。まあ 多分思っているんでしょうねで、まあ、それで、ね、まぁ、あ、要はそのドラゴンクエスト10のドルボードこれをもう限界近くまでクオリティをめちゃめちゃ上げて故障したりあとは燃料とか、まあ、その内部構造えそれをもう現実に近づけてえそういう仕様にすることによってほとんどの人はもう超感動的にえそのドラゴンクエスト10を大好きになるだろうということでうんまあないですねいやないですね正直あの単純に多分9割以上の人 面倒くさい,ってんいまあ、思うん、それが、あの、そう思わないの結果になってるように、いや、多分そこまでね、故障したりとか、あとなんだろう、あの、燃料が高いとかさ、ね、レギュラー1リットル140円みたいな、えー、まあ、そんな感じにしちゃうと、正直、あの、ただただめんどくさいだけなんで、まあ、た感動するのは、本当に超ごくごくごく一部の人、まあ、あと、この人ぐらいだと思うんでね。 最初にね、そちら並び替えた時に一番上に来てたのがこの質問だったんですよ。えー、なので、まあ、この人は多分ね、芸術性はものすごくこう持ってて、で、多分こだわりとかもすごく強くて、えー、でも多分ね、周りの人間とちょっと感覚がずれてんのかなと思いました。はい、というわけでまあ、こちらですね、ドルボードは故障する仕様にしてほしいということで、いや、まあ、実際来たらどうなんでしょうか。はい、続いてこちら。 超世界樹の葉ということで読んでいきましょう、えー。テーマ、道具や装備。世界樹の葉の上位アイテム、超世界樹の葉を実装してください。見た目は赤い葉っぱなのです。いやもう多分この人の中でもうイメージがものすごく固まってるんでしょうね。もう多分もう頭の中でもう 第2のドラゴンクエスト10ができてる可能性もある。えー、で、バージョン6では世界時の葉や雫の発動モーションに遅延調整が入るようですが、これは従来の速さで使用でき、復活時の回復量も高めになるのです。まあ、要は、そのね、あの赤い葉っぱですよ。だから超世界時の葉は、えー、この人はまあ今までのね、その速さで使えるし、まあ、あとはその復活時の回復量も今よりも 高くなるということで、まあ、とにかく、え、もう、とにかくもう誰でもザオリクみたいな、もう今までまあザオラルぐらいな感じだったと思うんですけど、まあ、HP のね、その復活誌の H は多分うザオリク程度にはなるんでしょうね。まあ、多分この人の中では。で、次、また同じく手っ取り早く蘇生できるアイテムとして、龍気象のエキスとかどうでしょうか ドラクエをテーマとした作品で死んだ魔法使いがそれで生き返ったのを見ました。うん、まあ、ドラクエをテーマとした作品っていうのが、まあ、同人系のやつなのか、いや、どうなんですかね。これ、まあ、大の大冒険あたりで出たんでしょうか。まあ、よくフラちゃんわかんないですけど、まあ、ただ、<laughs> まあ、蘇生アイテムらしいですね、この人曰く。えー、どうなんでしょうか。まあ、ね、竜騎士のエキス。 超世界樹の葉を実装した上に、竜気症のエキス。まあね、ものすごいこう、蘇生アイテムの数々になるわけなんですけども。えー、まあ鈴木はね、これ、いかがでしょうか。最近、世界樹の葉が真っ赤に紅葉している夢を見たので思いつきました。乾燥バーも紅葉してくれると嬉しいんですけどね。 てなわけで、どうかご検討お願いします。まあ残念ながらね、えー、あの、この感想場、真っ青になっているわけなんですけども、まあね、うん、どうなんでしょうか。まあとにかく、想像力がね、まあ豊かなのかなとは思いましたね。えー、それだけなんですけど。いや、正直ね、例えばこれをじゃあ実装しましたってなった時に、じゃあ世界中の波の遅延のその調整は何だったんだってなっちゃうんですよね。ええー。なので、全く意味ないんですよ。これを追加してしまうと、 あの、せっかく世界樹の葉っぱと雫を思い切って弱体化したのに、これが来てしまったらもう何の意味もなくなってしまう。えー、なのでまあ、そうですね、一般的なやっぱ考えというか感想としては、そう思わないが超大多数を占めてしまう。まあそういった感じになってしまうのはね、当然なんですけども、うん、まあ。 赤い世界樹の葉っぱ出るといいですね。え、あの、この人の願いもね、運営さん聞いてあげてください。例えば、例えばよ。じゃあ赤い葉っぱは出せないけども、じゃあそうだなと。じゃあ学園限定で、 え、その超世界樹の葉っぱを実装したろうとか。まあ、もしくは、魔盗とか。まあ、その辺は、新しいアイテムとか出せるんでね。まあ、当然ながら、魔盗だけしか使えませんから。そこで、龍気象のエキスを登場させるとか。いや、ま、あそんな感じにね、この人の想像力、ぜひとも組み取ってあげてください。はい、というわけでこちら。まあ、非常に面白いね、提案でした。それでは続いて、こちら。 防衛軍専用のリトライストーンの持ち出しを可能に、この時点でもうね、面白いわけなんですけども、読んでいきましょう。雫、葉っぱの弱体化に伴ってバトルの難易度が上がるため、防衛軍で配布されるリトライストーンを防衛軍の素材やポイントと交換するなどの方法で、持てる数の上限をある程度設定した上で、カッコ5から10個とか、 持ち出せるようにしてもらえるといいと思います。まあ、要は、その防衛軍のポイントとか素材を使って、そのリトライストーンをゲットできるようにしようということですね。で、これは、で、まあ読んでいくと、効果は防衛軍と同じく敵にやられた状態のまま20秒経つと自動で復活できるです。使いたくない場面もあるでしょうから、発動は任意がいいですね。 これがあれば蘇生にかけるターンが捻出できなくても、なんとか時間稼ぎができれば立て直すことができます。ソロプレイでも役立つかもしれませんね。 各種パル効果が錬金で付きやすくなってますし、防衛軍の需要も落ち着いていくでしょうから、この辺で新しい需要をプラスという意味でもいいのかなと思いました。よろしくお願いします。いやー、これ実装したらまずいでしょうね。いやだって、うん、こうなってくるとやっぱザオトーンを持ってない敵がクソザゴになってしまうわけですよ。ね、単純になんかね、5から10個もとっ まあ一個ぐらいだったらまあ確かにいいのかもしれないけど、いや良くないか。まあ一個でも凶悪だわ。例えばこれがね、5から10個持てるとして、立ち回りに気をつけていれば、まあ多分、聖守護者とかって、ちょっと慣れてくれば、まあ多分、一人5回も知らな,ないと思うんですよね。まあ5回も10回も知らな,ないと思いますし、まあしかも20秒後にね、その、復活っていう、いや、それはさすがに、いや、やりすぎやろと。 まあ、これね、あの、そう思うが3票入ってるのかね、ちょっと気になるところではあるんですけども。<laughs> まあ、さすがにリトライストーンはないかもしんないけども、まあ、ただ、こういった提案の中から新しいね、あのー、アイテムが生まれるということは十分にあり得るわけですから。えー、なので、まあ、こういった提案というのも、ま馬、あ、鹿にせずにね、あの、まあ、こういうのもあると。いや、ただ、これはできないけども、もうちょっとこうね、なんとかしたもの、まあ、もっと劣化版みたいなやつ、まあ、そういうのを、まあ、出すとかね、まあ、 であれればこの人のそのの人提案とといいうのも汲み取れるのかなと思いますさすがにね、このままやったらもうアウトですよ。まあ、デルメゼとスコルパイドはまあいいかもしれない。まあ、ザオトンとかかければね、あのこちら無効化にできるのかなまあわかんないけども。<laughs> あとは、そうですね、あのレギルラッドとか多分泣くでしょうね。 うん、あとは、なんだろう。ダ、えー、ークキングとかも多分泣くでしょう。頑張って追い詰めたのに、どんどん復活してくるっていう、うん、多分泣くでしょうね、ダークキングも。えー、なので、まあ、この人、まあ、ちょっと願いを運営さん、組み取ってあげてもいいんじゃないでしょうか。防衛軍のリトライスト、表でも使いましょう。というわけで続いてこちら、えー。タイトル、より感動と思い出を、テーマ、ストーリー。運営の皆さん、お疲れ様です。 ドラクエの音楽、どれも素晴らしく好きなのですが、そろそろ思い切って思い出と感動の倍切ると、挿入歌なんて入れてみてはいかがでしょうか。歌の力は勇者に匹敵すると思います。僕自身、歌を聴くと当時の映像が鮮明によみがえります。愛、覚えてますかなどと聞くと、涙線が緩みますしね。世界観などの問題もあるとは思いますが、検討のほどよろしくお願いします。 うーんまあ、最近ボイスもあることですしね。まあ、ただ、そのね、俺は思うんだよ。その、戦闘してる時に挿入歌とかが流れちゃうと、いや、多分ね、ダサい。あ正直。あの、結構ね、 あの、BGM とかだったらすごいこう感動するんですけども、ただ、ね、なんかこういうドラゴンクエスト点で挿入歌はちょっとダサい気はするかなって思いますね。あの、ドラゴンボールスーパーがあったんですけども、まあ、そちらで、あの、レンと戦うときにね、ちょっとわかんない人はごめんなさいね。あの、レンと戦うときに挿入歌が流れるんですよ。えー、最後フリーザと悟空が共闘して、えー、レンと立ち向かうシーンなんですけども、そこで、ガッ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 チだぜ、 って流れて、すごい俺、ね、あの、感動じゃない方の鳥肌が立ったんですよね。うわぁ、寒ーと思って。たぶ、うん、まあ、多分ほとんどの人は多分そうだと思う。だから急に挿入歌とかが入っても、まあ、歌によっては確かにあれかもしんないけども、まあ、ただ基本的には、うん、あの、正直、戦闘中に挿入歌が入ると、あのー、なんだろう、感動じゃない方の、その鳥肌が立つと思うんで、まあ、なので挿入歌はね、ちょっとあれかなとは思いますね。 まあ、それでもね、あのー、最近はやっぱり先ほども言いましたが、ボイスもあるんでね。えー、なので、まあ、それに、まあ、そうですね、戦闘中はさすがにあれかもしんないけども、まあ、ストーリーの途中とか、まあ、戦闘じゃないところとか、まあ、この人は別にね、あのー、なんだ、その、戦闘中とは言ってませんから、場所によってはまあ、いいのかなとも感じました。あ,あ、ちなみにこの思い出と感動のバイキルトって曲なんですけども、えー、これ、あの、調べたけど、出てこない。 いや、俺何のこっちゃかわかんないんだけど、いや、ファンの人とかは多分わかるのかなまあ、でも調べても全く出てこないんで、もしかしたらこの人が作ったその曲のタイトルなのかもしれません。愛と感動のバイキルト、名曲かもしれません。はい、というわけで最後ですね、最後なんですが、タイトル、呼び捨ては他人にされて嫌なことを周知してください。 テーマ、コミュニケーション機能。そうしてくれと言われてもないのに、相手のキャラクター名を短縮した上に継承なしで呼ぶのは他人にされて嫌なことではないでしょうか。私はチームを脱退するか、お休みの許可をもらうか迷った時、チームリーダーが無言で触れ心。 許可なくチーム勧誘、勝手にキャラ名短縮、プラス呼び捨てにする人だったので、事情を相談する気になれず、黙って脱退しました。似たような理由で、せっかく MMO なのに、フレンドを増やせない、チームを加入をしない人がいると思います。例えば、アナナさんと、あ、ちなみにこ、 ここの赤いとこなんですけど、まあ、その人の名前だったんでちょっと省きましたここのチームのリーダーさんは別に悪気なかったというか、まあ、どういう呼び方をしてるのかわかんないですけど、まあ、ただね6文字な上3とかつけちゃうと、ね、8文字になっちゃうんでちょ チャットをやるときにね、その名前プラスで読むときにめちゃめちゃ名前だけで半分ぐらい埋まっちゃうんですよね。まあ、なので、まあ、うんまあ、ケースバイケースだと思うんですけどね。まあ、例えばまあこんな感じで、まあなやさ3と入力するのが面倒なら、まあ割にチーム、フレンド、どのチャットでも相手を指定できるのですから、わざわざ勝手な略称を入力しなくていいのです。 オフラインとバージョン6のリリースでまた多くのさまざまな人が新たにドラクエオンラインを始めるこの機にプレイヤー全員幼稚園児と思って一般世間のマナーもチップスなりプレイガイドなりで教えてあげてください。はい。あのまあ多分ね、いや、うん。 あの、途中までは俺ね、なんとなく分かったんすよ。<laughs> なんつうか。いや、まあ、そういうのもあるよねっていう。まあ、確かに、勝手にそのね、あの、自分の名前を略称にされたりとか、まあ、あとは、ね、あの、別に親しくもない人から、その、呼び捨てでされたりとか、あんまりこう、いい気はしないっすよね。えー、例えば、あの、俺の名前がフラだったとして、えー、ね、あの、通常、フラちゃんって、まあ、ちゃんがもともと付いてますから、フラちゃんさんっていう人もいるんですけども、まあ、ただ、そこでね、 別にフラちゃんと呼ばれたとしても、まあ、ちゃんづけなんで、別に、ま、ね、その名前の後ろに、あれなんで、まあ、呼び捨てではないかなぐらいの感じで、いや、別にフラちゃんとしては何も思わないですけど、まあ、確かにあの、名前を間違えられたりした時も結構ね、イラッとすることは多いんで、まあ、途中まではまあ、わ、うん、かるんですよ。あの、フワちゃんとか呼ばれたら、俺マジでブチ切れそうになるんで、ま、フラやで、みたいな。まあ、だからね、勝手に略称されたり、まあ、あとはさんづけとかその辺なしで呼び捨てされたりとか、 慣れ慣れしくね。別に仲良くもないのによ。まあ多分仲良い,い人に関しては別にこの人は何も言わないと思うんすよ。むしろそうしてくれぐらいの感じだと思うんすけど。まあそんな感じで、まあ。 ま、あこれわかる。わかるんだけど、多分最後の一言だと思うんすよ。多分半分ぐらいの人は途中まであれだったと思うんすけど、最後のこのプレイヤー全員を幼稚園児と思ってっていうのが、さすがにあの、挑発的すぎたかなって思いますね。いや、多分まあ、言い方、うん。は、まあ、わかるよ、わかる。本当にあの、途中までは俺わかるんだけど、何回も言うように。ただ俺最後のね、一文を読んで、あ、そりゃそうなるわって思った。あ、プレイヤー全員を幼稚園児と思って、教えてあげてく っていうまあその明らかにね自分以外がもうそういうなんか低レベルの人間ですよみたいなまあそういう言わんばかりの発言ですからねまあだからこれを読んだ人はまあ思わずねそう思わないにチェックをつけてしまうでしょうこの世の中ね結局あの喧嘩が起きるのは、えー、その言った意味じゃなくて言い方の問題ですからね相手に静かにしてほしい場合に あの、申し訳ございませんか静かにしていただけますかみたいな感じで言えば、まあ相手はね、ああ、そうかいみたいな感じでこう、なるけど、ただそこで、<laughs> おいこら、てめえ空気読め、かすぼけみたいな感じでこう、わ、静かにしろかすみたいな感じで言っちゃうと、 ね、意味合いは確かに同じよ。いや、静かにしてくれ、みたいな。な、だけど、やっぱ、後者の言い方だと、ね、意味合いは同じでも、みんな怒るでしょ嫌でしょいや、だから多分、ま、この人も途中まではいいことは言ってたと思うんだけど、もう最後がアウト、アウト、アウト。もうだから、本当に言い方気をつけましょう。改めて、そう思いました。 はい。というわけでいかがでしたでしょうか今回紹介したのは、そう思わないの比率がめちゃめちゃ高かった提案ということで紹介しました。まあ、動画の冒頭に行ったんですけども、まあ、ここではね、名前は出しません。えー、ただ、そっちの、なんだ、提案広場の方に行けば、多分、ま、見つけられるかなとは思います。まあ、ただ、そこに書いてる以上、やっぱね、あのー、どうしても露出しちゃうんでね、まあ、そこは別に晒しとかではないので、まあ、ここのチャンネルでは、ま、一応名前は伏せました。まあ、多分出しても問題はないとは思うんですけどもね。 まあその提案は不特定多数に絶対見られてしまうわけなんで。そういうわけで今回の動画面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの無茶な提案もぜひともコメント欄で教えてください。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。